皆さん、おはこんにちは。マピアンです。はい。今回はですね、ちょっと急遽カメラを、これは回さずにはいられないなっていうことがありまして、そういった心境で今カメラを回しています。はい。皆さんは、ヒカキンさんとセイキンさんってご存知でしょうか？まあ、知らない人はいないと思うけど。ね、YouTuber で、まあ、トップクリエイターの方ですよ。たくさんね、子供たち、まあ、大人も、老若男女含めて、笑顔にしてくれる動画をね、ずっとこう出している、方々なんですけども、まあね、曲、アーティストとしても、ね、やられてまして、まあ、YouTube テーマソングをはじめね、いろんな曲を出して、ミュージックステーションに、ね、数多く出演されているような、ものすごいアーティストとしても成功されている方なんですけども、今回はちょっとね、許せないなっていうのがちょっと個人的にありまして、ツイッターでですね、僕も知ったんですけども、8月の20日の19時に新しい曲が、ヒカキンセイキンさんでこうね、出すプレミア公開って YouTube で公開するわけなんですけども、パクられました。はい。これはちょっとね、言いたくなかったけども、二人の名誉のためにも言いたくなかったけども、ちょっとこれはね、許せないなっていうのが正直な意見でして、僕もですね、実はまあね、ライブ出演は全然ないんですけども、曲を出しているんですよ。マピオンをはじめ、まあね、決意、そしてリスタートで、その次がですね、最近出したのがファイヤっていう曲なんですけども、はい、もう察した方もいると思うんですけども、そうです、パクられました。俺の最近出した曲の名前をパクって、要はその今日ね、19時にプレミア公開しようってなってるんですよ。はい。でも僕もまあ無名なんでね、誰もがまあ気づかないわけですよ。え、パクってねとか、気づかないわけですよ。ほんとね、マジでそれ許せないのが、ファイヤってですね、いろんな言い方あるじゃないですか。例えばひらがな。ひらがなはなんかぷよぷよ風ですけども、まあカタカナとかありそうじゃないですか。で、ファイヤにしてもファイヤーとかファイヤーとかあるじゃないですか。はい。で、もしくは、ファイヤーを例えばアルファベットにしても、こうね、頭文字の F だけ大文字にして、あとはこう、ね、小文字にしたりとかあるんですけども、僕が出したファイヤーはこちらです。はい。ね、僕は大文字、全部大文字にしました。はい。対して、ヒカキン&セイキンさんのファイヤーは、完全ですよね。もうこれは 100% やってんだと思いまして、はい。で、証拠その2あります。はい。ちゃんとね、これだけだとね、皆さん納得しないと思うんで、証拠2あります。そんなん、ただの偶然じゃないかと。ね、ファイヤーなんて曲、他にも出してるでしょと。いろんな人もいっぱいアーティスト出してるんじゃないのって。ね、単なる偶然が重なったんじゃないのって思う方もいると思うんですけども、ヒカキン&セイキンさんのファイヤー、8月の20日の19時にプレミア公開、今日配信されるんですけども、対して、僕が出した、ファイヤー、こちらですね、1ヶ月前に、出したばっかなんですよ。もうね、もうこれはもう 95% ですよ。はい。ちょっとさっき100% 使っちゃってるんだと。自分が出したファイヤーが1ヶ月というね、もうほんと早くも遅くもないぐらい、本当にちょうどいい期間ですよ。はい。だから、俺はもうね、これはこれだろうなっていうのがあって、要は僕のファイヤーを出した、そのミュージックビデオファイヤーを出して、ヒカキンさんとセイキンさんが、マピオのファイヤーいいじゃん。じゃあ俺らもこれ作ろうぜ、みたいなって、そう、その制作期間が、まあ大体1ヶ月だったっていう。はい。ね。そしたら、まあ、つりつまうでしょと。まあ、その時系列的にもね。はい。ちょうどこの1ヶ月、露骨なこのタイミングというか、はい。もうそこがもう物語ってますよね。はい。やられたっていう感じです、正直言って。ほんとね、マジで残念です。はい、正直。ヒカキンさんとはですね、実は2回ほどお会いしたことがあって、めちゃめちゃ前に YouTube ミートアップっていうね、ファンイベントみたいなのあったんですけども、僕はですね、そのヒカキンさんと実はその時に握手を交わしてまして、特にヒカキンさんと握手したのが1回目で、で、2回目がですね、多分3年前ぐらいかな、ヒカキンさんとミスターマリボンドで、クーの案件があったんですけど、100人ドッジボールっていう企画なんですけども、実は僕それに参加してまして、その動画にも自分、こう実際映ってるんですけども、もうほんと証拠映像ですよ。僕がですね、ボールをキャッチして、ヒカキンさんに、パスしてるシーンが、実はその動画でありまして、投げようと思った。俺も、こう、めちゃめちゃいい活躍して、注目を集めようと思ったんだけども、俺はそれよりも、その動画の撮れ高を、もう、優先して、ヒカキンさんが投げた方が、もう撮れ高的にいいと思ったから、俺も投げずに、踏みとどまって、ヒカキンさんって俺叫んでるんですよ。
はい、多分イヤホンつければね、多分聞こえると思う。あのヒカキンさんって俺叫んでるから、はい、ヒカキンさんにパスしてるその瞬間の動画はあるんですよ。はい、でまあそんな感じでですね、俺はもうヒカキンさんのためにもいろいろとこうね、まあ、ヒカキン握手したのがあれですけど、単純に僕のあれなんですけどね、はい、握手してくださいって言ったんですけども、はい、まあそんな感じでですね、ヒカキンさんとまあ少なからずもですね、別にウームの、ね、一軍っていうわけでもないんですけども、そうまあそういった交流があったからこそ、ちょっと僕はヒカキンさんも、まあ、ずっと動画も見てますし、尊敬というかね、してたんですけども、今回の件があってちょっとね、これはさすがにいただけないなと思って、はい、何にも言われてないですよ。ウームの方からも何もね、こうタイトルなんかね、貸してもらってもいいですかとかね、共有してもいいですかみたいな、そういうメールも一切なかった。はい、メールボックス確認したけど、自分ができることといったらもうこんね、正直悔しいんですけども、この動画で訴えるのと、ファイヤーって自分のね出してる曲のタイトルをね、まあ、使ってるんで、まあ、やっぱね、まだ公開されてないんですけども、やっぱね、それ相応のね、やっぱクオリティでないといけないなと思ってるんで、ちょうどね、ちょうど今かあと5分後ぐらいにプレミア公開されるんで、まあどんなもんかとちょっと聞いてみようと思います。これでちょっとね、ファイヤーをね、あんまりっていうあれだったら、ちょっとね、ファイヤーはっていう文字はちょっと任せられないなと思うんで、いやちょっと許せないわ。さすがにない。さすがにきつい。ツイッターで見たときマジ衝撃だったからね。はい。いや、まるまるパクってるやんと思って。ひとまずちょっとね、聞いてみようと思います。はい。今さ、公開3分前なのにさ、まだ曲出てないんだよ。まだ曲出てないのにさ、高評価、すでに8000件、8000いいね来てんだけど。まだ出してないのに。まだサムネだけで8000いいね。俺なんて、ねえ、頑張って出した力作が、低評価の方が上回ってんのに。あと、2分。とりあえず俺も、高評価だけしとくか。うわ、あと1分。あと1分だ。うわ、来た。何あ、19時ピッタじゃないんだ。ここから2分後なんだ。あ、じらすな。せめて1分にしてくんないかな。はぁ、来る。10、9、8、7、6、5、4。さあ、目に物を見せてもらおうか。どれだけ長い道のりでも絶やさずに燃やせ心の火を。そう、誰よりも長く熱い想い握りしめ、生まれたあの日僕に与えられた小さな日、どんな時も大切に守り続けて生きてきた。どれだけを信じて灯せぐれんのよ、どれだけ長い道のりでも絶やさずに燃やせ心の火を。So oh, 誰よりも長く熱い想い、ヒカキン&セイキン神だな。やばすぎるわ。やば、安定のやばさ。まあすごいね。すごいね。いやー、すごいな。まあ、
しょうがないかな。まあ、ファイヤーをね、まあ、一緒にじゃあ背中預けていこうかっていう感じですね。まあ僕の意見としては、まあ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 一緒にファイヤー背負っていこうやっていうね、思いました。はい。まあ、すごかったですよ。負けてらんねえ！近日、俺も新しい新曲出します。次の曲は、なんと、ダンスパートもありますので、皆さん、お楽しみに。